皆さんこんにちは、竹地志保です。今回はリクエストをいただいた私のスタメンのアクセサリーたちをご紹介したいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思うんですけど、まずはのブレスレットをご紹介したいと思います。お母さんになって正直つけられるアクセサリーが限られてきたっていうのはあるんですけど、その中でもブレスレットは生活の邪魔にならないことが、多いので、私のおしゃれには欠かせないアイテムです。この私のお気に入りはどちらもフィリップ・オーディベートというブランドです。服を選ばずにいろんなコーディネートに合わせることができるので、とても重宝しています。このブランドさんはトレンドもうまく取り入れつつ、本当に長く使えるアイテムが多いブランドさんで、どちらももう本当に何年も前に購入したものなんですけど、今も飽きずに大切に使っています。太めのチェーンだったり、こういう太めのバングルだったり、結構こういうものっていかつくなりすぎるというか、ちょっと男性っぽくなりすぎないかなっていう、私は心配があったんですけど、本当に絶妙なデザインで、このチェーンも曲線がすごい美しくて、女性らしくつけることができるんですよね。こんな感じです。こっちも太さが絶妙で、他のブレスレットとの重ね付けもすごく可愛くて、あえて磨かずちょっと味が出た感じが好きなので、本当はもうちょっと綺麗なシルバーでした。でもなんか私の味が出てきていて、いい感じで気に入っています。続きまして、次はネックレスをご紹介したいと思います。ネックレスも2つご紹介しようと思うんですけど、2つともハルポというブランドのネックレスです。こっちのシルバーの方は小さなシルバーのビーズがいくつもいくつも連なった、すごく華奢で繊細なネックレスです。あともう一つの方なんですけどね、これがもうすっごい細かいお仕事されていて、全部天然石を削られて、これウサギかな、これカメ、これ多分オウム、鳥これカエルって、こんな感じで、いろんな動物が連なった2連のネックレスです。これ英系がもうすごい興味津々で、いくつか実はこれとか、この子お尻が欠けてたり、どこだろうなぁ、あともう一個なんか、あ、これだ、この鳥もケンケンが、振り回してかけちゃったりしてるんですけど、でもそれでもお気に入りで愛用しています。こういう風に今日みたいなシンプルなお洋服とか、シャツワンピースとか、あと無地の T シャツとか、そういうシンプルなアイテムの時につけることが多いですね。いいアクセントになってくれるので、これはもうオールシーズン重宝しています。いろんな長さがあって、あと実はこれのシルバーバージョンもあって、それのこれくらいの短いのがあって、それもすごく可愛くて、実は今それも狙ってます。シルバーの方はですね、結構こういう風にロングで一重でこういう風に、つけても可愛いんですけど、二重にして使ったり、あとこういう風にここをちょっと結んでこういう風に使ったりすることもあります。これもいろいろな長さがあって、また同じく、短いのもなら狙ってるんですけど、なかなか売り切れが多くてまだゲットできていません。次はリングを4つご紹介したいと思います。ご紹介するリングはこの4つで、右からシャルロット・シェネ、その次がリトーザイ、
ック。その次がフィリップ・オーディベール。先ほどご紹介したブレスレットと同じブランドさんですね。で、この最後がパティエラというブランドさんの、実はイヤカフにもなるツーウェイのリングです。このシャルロットシェネのリングはすごい特徴的な形していますよね。これ2本指をはめた時に動かしにくくないのかなって最初心配したんですけど、もう全然そんな心配は必要なくてですね、こんな感じで他のブランドさんにはなかなかないこの曲線が綺麗なお気に入りのリングです。結構つけてたらそれどこのってよく聞かれることが多いですね。あの日本で買うとちょっとお高いので、フランスに、はい、旅行した時に買いました。じゃあ、 あの現地で買うとやっぱりちょっと、はい、お安く買えましたね。だからこのコロナが明けたら買いに行きたいなと思ってます。次にご紹介するこの伊藤細工のリングなんですけど、これ素材皆さん何だと思いますか？ターコイズに見えますよね。あの私も最初はターコイズかなと思っていたんですけど、実はこれ夜光貝なんですよね。あの夜光貝って皆さんご存知ですか？パールみたいな光沢感というか、よくなんかその夜光貝のトレーとか、ね、アクセサリーを置くトレーとか、そういうものとかに使われてたりするんですけど、その夜光貝のパールみたいな方じゃなくって貝のむき出しの方っていうんですかね、あっちの方を削るとこういう綺麗なブルーのグラデーションの、まるでなんか海の中にいるようなね、そんな感じのこういう綺麗な色が出るんですって。このリングを作っている伊藤細工さんの作家さん、伊藤さんという方なんですけども、渡嘉敷島という沖縄の、はい、あの島に住まれていて、あの私も渡嘉敷って慶良間諸島っていうところのうちの一つの島なんですけど、私も実は行ったことはないんですけど、でもその慶良間の海が大好きで、あのよくダイビングしに行くんですけど、本当に世界中のダイバーが集まるくらいすっごい綺麗な海で、もう透明度も抜群だし、本当にブルーがすごく綺麗で、はい、そんなダイバーの間では有名な海なんですけど、そこで育った夜光貝を使われていて、うん、本当にこういう綺麗な青とかエメラルドグリーンとかのグラデーションなんですよね、海の中の景色も。なんかこれを見てるとすごいこう落ち着くというか、まあ、そんな感じですっごい気に入って毎日毎日つけてたんですけど、実はこれも8とかケントにこれわかるかな、あのバッグの中に入れてたんですよ、マザーズバッグの中に。そのまま踏まれちゃってシルバーがこんな感じではめられないくらいに変形しちゃったんですよね。なのでこの子は本当にちょっと作家さんには申し訳ないんですけど、これから作家さんのところに戻って修理に出す予定です。本当にもうこんな変わり果てた姿になって戻すのが心苦しいくらいなんですけど、また綺麗になって帰ってくる日を楽しみにしてます。ちなみにこれはあの以前この YouTube でもご紹介したフルーツさんという港川外人住宅街にある、はい、セレクトショップで、はい、お土産とかも買えるセレクトショップで買いました。よかったら、はい、伊藤細工さんの他のアイテムもご覧いただけるので、よかったらチェックしてみてください。次はこのフィリップ・オーディベールのリングをご紹介したいと思います。これもだいぶ前に買ってるんですけど、もう飽きが来ずずっと使っているアイテムです。これも服装を選ばずに使えるっていうのもあるんですけど、他のリングとの重ね付けもしやすくって、こんな風にいくつかゴテゴテとつけておしゃれを楽しんでいます。
リングの最後になるのはこのパティエラの、はい、先ほどもお伝えしたんですけども、イヤーカフにもなるリングで、こんな感じで、はい、イヤーカフにもなるんですけど、このブランドさんが本当にリーズナブルで、それでいてすごい可愛くて、女性らしい華奢なデザインのアイテムが多くて、こんな感じに指輪になるんですけど、これも最初指曲げにくいんじゃないかなって思ったんですけど、もうそんな心配は必要なしで、不便は感じることもなく、なんか私結構シルバーが多いんですけど、やっぱりゴールドはなんかね、品が出ていいですね。最近またゴールドのアクセサリー熱がちょっと、はい、再燃してきてるんで、いろいろ気になってるんですけど、これが今一番ゴールドの中でお気に入りのアイテムです。じゃあ最後はお気に入りのイヤカフをご紹介したいと思います。私昔ピアスホールは開いてたんですけど、金属アレルギーでつけられなくなっちゃったんで、今はイヤリングとかイヤカフしかつけれないんですけど、でも最近はね、もう本当にピアスが開いていなくても耳のおしゃれを楽しめるものが増えてきたんで、すごい助かってます。耳何個あっても足りないよっていうくらい、はい、お気に入りがいっぱいあるんですけど、今日はご紹介したいと思います。ご紹介するイヤカフはこの3つなんですけど、右から順に先ほどもリングでご紹介した、これもシャルロットシェネのイヤカフです。どんな形、これつけるとどういう風になるのって感じですよね。次はこれも先ほどイヤカフにもなる 2way のリングでご紹介したパティエラさんのイヤカフです。で最後にこちらはマリアブラックです。このシャルロットシェネのイヤカフはこれもリングと同様、はい、パリに行った時に購入したんですけど、本当最初付け方教えてもらった時に難しくてなかなか付けられなくて苦戦したっていう思い出があるんですけど、これもこういう風に上からスッと入れて、こんな感じです。わかるかな、結構ね、大振りで存在感のあるイヤカフですよね。これもすごい女性らしい雰囲気がお気に入りで、よく使っています。これももう3年前4年前とかに買ったのかな。でも本当によく使ってる、これは買ってよかったなっていうアイテムです。このパティエラのイヤカフはパールがついているんですね。パールがついてても可愛いんですけど、これをこういう風に取り外しても使うことができるんですよね。すごい優秀で、これ本当に助かります。まあこのパールつけた状態でつけてみますね。こんな感じでこの揺れ動くパールが可愛いですよね。やっぱりパールは女性を綺麗に見せてくれるアイテムなんで、はい、私もいくつか持ってるんですけど、でも実はこれも2個セットだったんですね。もうちょっと大ぶりのパールでいびつな形のパールがついてるコンパクトなイヤカフとセットだったんですけど、お仕事でつけていて、そのまま英検を保育園に迎えに行って、でもうつけてたらやっぱり引っ張って取られるんで、なくさないようにと思ってバッグの中に取ってしまっておいたら、もうそのまま公園に行ったんですけど、なくしちゃって、もうどこ行ってもどこ探しても見つからなくて、なくさないようにと思ってしまっておいたんですけど、結果なくすっていう、すごく残念なんですけど、今は、はい、この子でもよく使っています。はい、いよいよ最後になりました。最後にご紹介するのはこのマリアブラックのイヤカフなんですけど、二重になっていてシルバーのパーツが何個も連なっているデザインなんですけど、これも本当にお洋服を選ばずつけれるっていうのと、あと
ちょっとシュッとしたい時、かっこいいお洋服にも似合うので、これも買ってよかったなっていう一つです。マリアブラックは本当になんかモードだけど女性らしさもある、そういうアイテムが多いのですごく注目しているブランドさんです。毎シーズン必ずなんか可愛いのないかなって、あちゃちゃ、はい、チェックするブランドさんです。こんな感じで私のスタメンのアクセサリーたちのご紹介でした。こういうのが見たいとか、しほちゃんのもっとこういうのが知りたいとか言っていただけるのすごく嬉しくて、これからの動画の参考にもしたいので、そういうリクエストあったら、はい、遠慮なくどんどん、はい、コメント欄でもいいので教えてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回、またねー。